倉敷市玉島祭場にいますが、今回はここの仙台施設にまつわるお話をします。国土地理院の写真を見ると同じ場所に仙台施設があるのがわかります。そしてそれは高い煙突を備えていたのも確認できます。建物の南側に敷地入り口がありますが、門が結構離れているのを覚えておいてください。サングラフという雑誌の1958年11月号に合併前の玉島市が新しい火葬場を建設したことが写真で紹介されています。その内容は60年以上経った現在からは想像しがたいものでした。火葬場のオープン前にある目的のために多い日は100人も押しかけるとのことで、ワンピースに日傘姿の女性などのグループが門の入り口あたりから建物に向かっていく写真が載っています。空の火葬炉に向かって大勢の人たちが合唱している写真が載っています。解説によると、念仏を唱えて自分の成仏を祈っているそうです。真の目的は成仏ではなく、火葬場の窯に入ると中期にならないという迷信を信じ火葬炉に入ることなのでした。中期というのは正式な医学用語ではなさそうで、当時どういう意味合いだったのかは分かりませんが、その深掘りはやめておきます。火葬炉内の台車に乗って座禅を組む人の写真のほか、居心地が良いのでアベックで入る人たちもいると紹介されています。4枚の写真付きの記事は国立国会図書館デジタルコレクションで見ることができます。ぜひ原点を確認してみてください。画質がいまいちなので財力がある方は古本でサングラフの購入をするのも良いかもしれません。